はい。じゃあ、それでですね、えー、今、現代において、私たちのビジネスに、一本足打法をなぞられるとすると、どういうことになるかっていうと、例えばね、メルマガだけで、えー、月収100万。ね。サイト量産だけで月収100万。YouTube だけで、年収1000万、2000万。そういった言葉が踊ると思うんですよ。つまりこれが、一本足打法でホームラン量産っていうのと似てるんですよね。でも実際、YouTube で、 年収1,000万2,000万を稼ごうと思うと確かに YouTube だけでというキャッチコピーには嘘はないんだけどもそれを展開していくとねじゃあ YouTube だけでってどういうことなのと YouTube だけで YouTube の中の分析アナリティクスだけで YouTube を使った動画発信だけで YouTube を使った連絡方法ワンーワン動画だけでっていうふうな YouTube だけでの中にも展開してみるとね無数に作業があるってことに気づかされるんですよ でしかも、吉谷さんも私もですけども、おそらくね、生まれてから今日に至るまでの全ての経験や知識を総動員して、YouTube の動画発信に、まあ、反映させると思うんですよ。ということは、人生の全てを使えない人は、もしかしたら YouTube の発信っていうことだけを真似したんでは足りない可能性もあるんですよね。それこそ自分の恥ずかしかった時とか、自分が惨めだった時とかね、自分が優越感に浸った時、失敗した時とか、成功した時、 でこういったものすべて総動員してしかもこれが誰に向けてのものなのか分かったことかをねきちんと意識した上で組み立てていかなくてはあやっぱり YouTube 同じ YouTube だけでなんだけども他の要素が欠けてるから同じ YouTube だけなんだけども選ばれる人と選ばれない人って分かれてくると思うんですよねで単純に言うと量なんですよ YouTube だけで売り上げを立てているという現実は私も吉田さんも変わらないし他の人も YouTube だけで売り上げを立てようと思ってるはずなんですけどもいや YouTube しか使ってないけどもその代わり動画1万本以上は作ったよっていうのかいや YouTube だけでっていうから YouTube しかやってないんだけどメルマガも LINE もやってないんだけど売り上げ上がんないよでも YouTube だけでってところは一緒だけども YouTube をやってる量が違うよねって感じでね。 ボリュームの問題もありますよね。あとトークスキルの問題もあったりとか、どういった背景でやるかっていうのもあります。単純に見て私と吉谷さんが、今ね、億万長司合宿のやりとり見てますけども、吉谷さんはパソコン画面ここに置いてね、マイクここに置いて、で、バックグラウンドはほとんど何もなくって、まあ、すごくね、ビジネスチックには見えるんですよ。私の場合、生活感溢れてて、ビジネスをやってる人には思えないんですよね。<laughs> こういうふうに、すべてが YouTube だけでっていう切り口でも変わってきてるんですよ。 だからそういうことを考えると、YouTube だけでは YouTube だけなんだけども、だけど他の要素もいるよねっていうふうに展開していくと気づくんですよね、はい。ということなんで、銀行員っていうのは、まあ夢の職種というふうにサラリーマンの中では言われますけども、じゃあ銀行員っていうだけでね、将来安泰なのかとかね、うん順調にやってるのかってそんなことないですよね。うだつの上がらない銀行員もいますし、 それから出向される銀行員もいらっしゃいますしね。かと思ったら、もう将来は、支店長、頭取なんじゃないかなっていうような、そういうふうな銀行員もいらっしゃいます。要するに、銀行だろうが、業種だろうが、職種だろうが、年齢だろうが、場所だとか、あんまり関係なくって、その中で何をやってるかっていうところなんですよね。まあ、ある方がね、稲森和夫さんでしたっけね。あら、儲けることを考えなきゃいけませんな、みたいなね、ことを聞いて、多くの方が、そんなこと考えてるよって、 思ってるはずなんですよ、その言葉だけだけったら。でも一人ね気づいた人はいるんですよ。電流が走ったったて言いますよね。なるほど確かに儲けることを考えないけんなというのはその言葉自体は何回も聞いたけどもこの人が言うってことはあれもしたこれもしたそれもできなかったそれもできなかったいろんなことを詰め込んだ上での儲けないといけまへんなみたいな言葉に集約されてるんだなっていうふうに。 多分その言葉をきちんと受信力がある人が受け取った時は様々な人生のね自分の体験とか知識や成功や失敗が展開されたと思うんですよ走馬灯のようにそれが一瞬降りかかってきたんで電流がガーッっていう風にね突き刺さったんでしょうねで多くの方は自分の経験や学習に何かねそういう風に電流を打たれるような思いまではなかったのかなともしくはあったんだけどもその瞬間 言葉尻だけを捉えて、その本質、いわゆる展開した全ての中身ってものを受け取るに至らなかったのかなっていうところでしょうね。まあ、王貞治選手の一本足打法も、本当にね、一本足なら誰でもホームナーが打てるかそんなことはないです。他の要素も必要だよと。でも大きく違うのは一本足打法で、まとめて言うと一本足打法だよってことなんでしょうね。 それがだから成功者と同じことをやっても形だけなぞっても無駄ですよってことなんですよね。それこそ生まれてから今日この瞬間までを全て把握してコピーできるならまだしもなんですけどもね。そんなことはとても不可能ですから、やっぱりね、成功の要素を探るのはもちろん必要ですけども、実はですね、自分が何者なのかってことを掘り下げて知っていかないと、なかなかね、 自らのフォームができるには至らないのかなってところですよね。えー、ということで、また別の機会にね、じゃあ自分を知るってどういうことなのっていうことをまた掘り下げていこうかと思います。えー、それでは行ってらっしゃい。